世界人口の半数以上を要し、日本の主要なシーレーンも通過する世界の活力の中核、インド太平洋地域。成長著しいアジア、高い潜在力を持つアフリカなどからなるこの地域の自律的な発展こそが世界の安定と繁栄の鍵を握ります。一方、この地域では軍事力の急速な近代化や軍事活動を活発化させている国が見られるなど、地域の安定にはさまざまな課題が存在。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の形成が不可欠となっています。こうした状況を踏まえ、2016年、日本はこの地域における平和、安定、繁栄の促進を目指し、自由で開かれたインド太平洋 FOIP ビジョンを提唱。自由に開かれたインド太平洋の実現に向け、日米同盟を基礎としつつ、共同訓練、装備技術協力を含む2国間、多国間の防衛協力、交流を推進。防衛省・自衛隊はインド太平洋地域につながりを有する国々と積極的に協働し、 FOIP ビジョンの共有・推進を図っています。日米同盟は日本の安全保障にとって不可欠であり、その抑止力・対処力の強化にあたり、日米共同訓練は重要な役割を果たしています。起動した。また第三国も参加する多国間共同訓練に積極的に取り組み、日本の抑止力、対処力を強化しています。共にアメリカの同盟国であるオーストラリアは、日本にとってかけがえのないパートナーです。2023年には両国部隊間の協力活動を円滑にする協定が発効。防衛協力のさらなる促進が見込まれています。著しい経済成長を遂げるインドは、日本のシーレーン確保のためにも極めて重要な国です。両国はここ数年で日本国内で初となる共同訓練や多国間での共同訓練を次々と実施するなど、防衛協力を着実に進化させています。インド太平洋地域の協力の要である ASEAN。 日本は2016年に ASEAN との防衛協力の指針を表明するなど、 ASEAN の中心性、一体性、強靭性の強化を支援しています。太平洋島諸国ともハイレベル会談などを通じ、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序の重要性について認識を共有しています。そして FOIP の理念のもと、さまざまな分野における能力構築支援も実施。国際平和、地域の安定に貢献できる技術力の共有を行っています。日本は近年、インド太平洋地域への関与を強化している。イギリス、フランス、ドイツといった欧州諸国とも共同共同訓練などを行い、各国間の協力・交流を一層深化させています。
世界中の人々に平和と繁栄を。防衛省自衛隊は FOIP ビジョンを共有する国々との多角的多層的な防衛協力交流を今後も推進していきます。